最近坊主続きなんですが、今日こそ釣れるかな。ねえ、これ以上坊主したくないよね。坊主したくないし、何、エビ食ったからな。エビのかき揚げ、ああ、エビのかき揚げ食ったからいけるよ今日は。多分ね、夏場で夕方、あ、そう、見せて見せて。まあいつものやつ。ヨウズリ 3D シャ釣れるやつやん。見て見て見て、並べて。いや、シャッド部分一緒。これめちゃくちゃ釣れるから。雨降ったからやろ。当たりないぞ。あ、当たりがないぞ。ないな。ちょっともうそろそろ釣ってくれよ。バス釣って持って帰りたいんだ。で、食べたいんだ。お、食べよう。じゃあ持って帰って食べるのありだよ。ありだよ、ね。うん、閉めてからな。ちょっと当たらんとな。食べたいな。バス、ブラックバス食べよう。おい、一匹バイトがあったけど、このシーンは甘くねえな。ぐるんと今打ってきたけど、一匹反応があっただけだ。バスっていうのはね、今のバスは擦れてるから、自分のこのヨウズリ 3D シャットでやって釣れないってことはなかなか厳しいよ。一匹では話になんねえな。菊池釣れてるからな、なかなかね、反応がないっす。厳しいやろ。台風だもん。台風、台風前だよ。一匹するバス捉えたけど、素晴らしいな、お前。ああ、まあまあ、小物や。ああ、今年初バスや。やるやないか、お前。初バス、今年初バスや。やっとるやないか、お前。おー、ちょっと見せて。何でやる。スピンベイト、スピンベイト。とりあえずこれで巻いていくか、うん、このね、五三水形っていうのは、うん、ワームにとかにすると超過10分の1になります。これで案の定釣れたんだね。釣れた。釣れ、どういう風に釣れたかっていうと、沖まで投げて巻いてきた。で、回収直前にゆっくり巻いた時に追いかけてきて、沖から見えた。見えた。食う瞬間もパクッドーン、パクッドーン、パクドーン。レインボー見える。レインボー、最近宇宙人が結構この辺来てるからね。昨日も UFO 飛んでたし、うん、ああいうレインボーが出る雨上がりの夜空、こういう時はね、宇宙人とかいうもん本当に来ますよ。あ、おった、宇宙人。あれ見える、あの太陽の上のとこ、 UFO だな。見える、みんな。五三川歩いて一周したぜ。まったくそれね、ヨウズリ 3D も反応がね。どうよ、無反応。結構今この城が入ってきとるから。あとボラッコ、これあの海水とつながっとる。 そうなぎもおるよ、ここ。うなぎ食べたい。食べよう。うなぎもおるし、要そこでうなぎ釣りやっとるで。おお、うなぎ釣りやろう。やろう。だからミミズ、ドバと投げて、ドボンだ。ナマズも釣れる、ライギョも釣れる、バスも釣れる、うなぎも釣れるっていう。うなぎが食べたい。うん、ミドリガメも釣れる。ミドリガメは食べたくない。釣れるんよ。釣れるんだよ。餌をやったらな。ふわぁ、何今の。ちょっと餌をやったら釣れるんだよ。何だ、釣れるんだよ。だから厳しいやろ。いやー、魚を釣らなあかんで、でっかいのな。ライオ、ナマズ釣らんとな。ちょっと視聴者にメッセージ頼むよ。夏の塩を一度お願いしたいね。あきちゃん、あのまんまるのピチャピチャのおけけ、ピチャピチャ。今こうやって釣ってたらピチャ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 ってね、小魚が跳ねるんですけど、全部この城ですね、あれね。これこの城パターンって言うんですね、この界隈だと。で、この城の群れがバーって出て、でっかいバスがバーって食っちゃってる。ただ今日はちょっと渋いね。まあ一匹皮見ただけでもありがたいよ、今日はね。いやー、結局一匹やったね、粘ったけど。おー、俺一匹も釣ってねえよ。まあ、また来よう。当たりなし。この向こうの中へ、大へ、あといろいろあるから。いろいろある。うん、あと琵琶湖水系行こう。
うん、いいね。うん、琵琶湖水穴を狙っていこう。行こう。うん。行こう行こう。はい。石丸さん。これ石丸さんやん。ほう。石丸さん。ピチャピチャー。薄いか。薄いか、これ。薄いな。